こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、メガネのですね、レンズ曇り止めスプレーについてちょっとご説明したいと思います。まあ、これから寒い時期を迎えてくると外からね、例えばご自宅に戻った時もすっと曇ったり、まあ、特に飲食店なんか入った時、特にラーメン屋さんとかそういう時入った時も一瞬こう見えなくなるぐらいこう曇ることあります。そういう場合ですね、この曇り止めというのは非常に有効でございますので、まあ、これ今こういうムースになったこういうスプレーのねタイプが非常に主流になってきたんですけど、まあ、これをですね、まあ、簡単にちょっと振ってメガネの、まあ、これちょっと普通な人のメガネなんですけど、まあ、こういうふうにでこれちょっと伸ばしていただいてね、してこれ乾いてからある程度こう乾いてからね、まあ、こいつまだ乾いてませんけど、これティッシュでこう拭いていただくだけで、まあ、ちょっとまだ乾いてません。本当は乾いた方がまだ効果は続くんですよね、長くガチッとつきますんで、でこういう、まあ、ちょっと今乾いてませんけど、こういう感じで拭いていただいて、これでも全然曇らないですね。こっち側曇ってますけど、こういう感じでこう違いが、私に息かけてもね、こっちは曇ればね、曇ってません。まあこういうタイプで、まあ、結構これから寒い時期を迎えると非常に重宝でございますのでね、まあ、どうかこういう曇り止めっても一つあれば非常に便利でございますのでね、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。